さっきの人も雷にやられたのかな。順番が逆だ。あの人間のせいで雷が発生したんだ。さっきの雷、やっぱジージだよな。ああ、侵入者への警告だね。これ以上踏み入るなっていう。ごめん、ジージ。やっぱりほっとけない。やれやれ。珍しくいろいろ起こる日だよ。面白い石碑が見つかったな。今日は収穫が多いね。あの石碑、遺跡に比べて新しかったよな。ああ、全く年代が違ったね。内容、なんか助言みたいだった。先にここを訪れた何者かが残した探索のしるべというところか。俺たち以外にもいるんだな、遺跡を調べてる人が。多分、冒険家、探検家、そう呼ばれる人間だろ。探検家か。なるほど、そういうことか。ミクリオ、スレイも気づいたろ。ああ。まさか空中を歩けるなんてな。正確には透明の橋だけどね。ちゃんと人が乗れるのかな。なんだ、今日は妙に冴えてるね。うんふんふん。今日はね。ちぇ。大丈夫そうだな。やっぱり考え直そう。スレイ、あの、大丈夫？あれ？ああ、私は確か森で。あれ？本当の意味でただの人間だ。だな。大丈夫そうだ。ありがとう。心配をかけたようだ。君は？名前。そっか。名前。そう、俺はスレイ。スレイ？うん、よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それは。いいのか。何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。大体、名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は、私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ？でも悪い奴には見えないよ。スレイ、重ねて感謝する。ジージの雷、覚悟しておくんだね。うん。何か？うん、なんでもない。とにかくあっちだ。さあ行こう。
蒸し返すつもりはないけど、目を離さないようにね。うん、ああ、彼女困ってる状況じゃなきゃいいな。はあ、いつもながら甘い。無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。うん、神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは、幼い頃にそれは何度も。あっと、俺の村はここから少し行ったところだから、行こうか。了解した。天意見聞録って子供向けの本なの？ん？さっき子供の頃に読んだって。大人も大勢読んでいるよ。私が早熟だったのだろう。なんだ、そっか。うん、素晴らしい本だからね。ああ、和んじゃってどうなることやら。ここが俺の村、伊豆地だ。カムランではなく伊豆地。噂は嘘だったか。何って。
ヤギだよ。ヤギ？これほど大きなものが。すごい角。伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の？君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろう。大丈夫、友達だから。小さい頃は 4,5 回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん、時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ、すごく。これで仕上げだ。じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。ん？これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない、忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ、俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど、ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それでは粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。